ロメオサウルスは、モササウルス科に属する絶滅した、海生爬虫類の属。約9300から8500万年前にあたる、後期白亜紀の中ロニアンからサントニアンにかけて生息し、化石はイタリアで発見された。ロメオサウルスの属名は、化石が発見された都市はイローナに暮らしていたロミオに、由来する。タイプ種の種商名フーミネンシスは、フマーネに由来し、 ロメオサウルスソルビニーの種商名ソービニーは、ベローナ自然史博物館の古生物学者かつ、学芸員のロレンツォ・ソービニーを称えたものである。ロメオサウルスは、ベネト州の化石産地、フマーネトロファ産で発見された複数の化石で知られる。ロメオサウルスは小型から、中型のモササウルス下波虫類であり、クリダステスよりも、わずかに大きい全長を4メートル以上と、 推定されている。他のすべてのモササウルス下波虫類と同様に、細長い体とヒレ状の獅子を有していた。ロメオサウルスフマネンシスの骨格の一部物骸骨の特徴により、ロメオサウルス属は二つの種に区別できる。タイプ種のロメオサウルスフマネンシスは四つの不完全な標本で知られているが、その復元には十分な情報をられている。ロメオサウルスのアゴは、 比較的薄く、上下それぞれに大きく湾曲した歯が15本並んでいる。歯の断面は円形ではなく、前後に弱く発達した構造がある。歯間は滑らかであり、エナメル質の存在は示されなかった。ロメオサウルスソルビニーは一つの標本のみが知られており、前頭骨の形状が異なる顎の歯の本数が13本と少ない、エナメル質が存在するといった際がある。 レッシーに山脈のロファさんとフマーネの間の複数の産地で発見された化石に基づき2013年にロメオサウルスは記載された。による系統解析では北アメリカのラッセロサウルスに最も近煙とされコロンビアのヤグアラサウルスと共に原始的なモササウルス科の赤であるヤグアラサウルス赤を構成する。ヤグアラサウルス赤はテキサウルスと カンノニアサウルスからなるテティサウルス赤に類似する。この二つの赤を含む系統群はティロサウルス赤とプレオプラテカルプス赤に代表される別の系統群に近い。ロメオサウルスフマネンシスの葉ロメオサウルスの葉の前方にはフンが突出し、テティサウルス赤やルッセロサウルスから識別する特徴となっている。パルジーラの研究ではロメオサウルスは 足のヒレ状の進化が進んでいることが示された。当時のテティサウルス赤やヤグアラサウルス赤が獅子が陸上歩行に適した立体構造を持ちかつ仙骨を残している一方、モササウルス赤のダラサウルスもプレシオペダルのモササウルスかだったため、獅子の形状と仙骨の融合はそれぞれの系統で独立して進行したことが示唆されている。ロメオサウルスは スキャグリア・ロッサ・ベネタの層で発見された。サメやカメ、アンモナイト、浮遊性有効虫の発見により、後期白亜紀の概要地域であったことが示されている。ありがとうございます。